緒に遊ばない？おう、呼んだか。はあ、私と一緒に冒険しませんか？天才、ここにいるよ。準備万端ですよ。あなたのこと待ってたのよ。一緒に行きましょう。テイクタッタッ。あなたと一緒ならどこへでも。これからいつも一緒ですね。どんな姿だと思います？してもいいかしら。私って魅力的なのにね。なんだか参加いただきありがとうございます。私はソウルダイバーの皆様をご案内するシステム、ダニアです。あなたは二の国で世界を救う勇者になることも、王となり国を治めることもできます。それでは心の準備はできましたか？そうエレンは心の準備は、
ぜ。その地図が王国の命運より重要だとでも言うのか。これを守ることが王国の私の使命です。そうか、ならばその使命とやらもこれで終わりだな。ジョー様、ん？何がどうなってんだ。もしかしてヤバい状況か。まだ生き残りがいたか。おいてめえ、今すぐ女王様から離れろ。あなたはどの世界にも属さない人。それがあなただったなんて。貴様らから始末してやる。あなたの言う通り、私の役目はここまでのようです。ようやく諦めたか。クウ、頼みましたよ。え、急にどうして。シュノキシよ、どうかお願いします。それは守護石を、この世界の運命を。させるか。少し我慢しろよ。とにかくさあ、女王様、間違いなく守護石が。とにかくいずれにせよ、ひとまずここがどこなのか調べようぜ。行こうぜ。
これは。ここはエスかつて世界をエスタバニアへ。このまま名もなき女王様、俺たちのため、まずエスタバニアへ向かう道を探そう。お？おほ。あれ？なんか変なやつもまついて行ってみようぜ。見つけたぞ、さっきの変ね。うわー、外の世界のやつらじゃないか。おーい、捕まえたぞ。うわ、痛い目に遭いたいのか。落ち着け、俺たちはな。ん、おい、なんだこいつらは。ついてくるなって言っただろ、お前たちのせいだ。後ろにいてね。あとは私に任せて。ねえ、よろしく。はあ、でや、はあ、でや、はじめまして。相当な実。もしよかったらお名前を教えてもらえませんか。この子たちは誰がペット？俺は。おはん、お前たちに謝らなくちゃ。俺たちはエスタバ出口。ふぅん、代わりにこんなとこ。なんだ。私は。おい、間違いなく。うぅ、ねえ、卵をお願いしてもいい？よいしょ。なあ。なんだ？シシ。